皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。鎌倉一五小町のワクワクタロットリーディングです。その、マリちゃんです。よろしくお願いします。今日は第2回目になります。どうも、これからもよろしくお願いします。前回はお菓子で3択で、やりました。今日のお題は、10月後半の、ワクワクするあなたに起きることということでリーディングをしていきたいと思います。前回は複雑恋愛の方だったので、なかなかねちょっとしっくりいく人もいなかったっていうか、あまりいなかったっていうのも聞いたりなんかして、はい、もうちょっと広くこうね皆さんに、感じていただけるリーディングをしたいなと思って、今回はそれにしました。はい、今回はそういうことで、前回のおやつに代わり、おつまみ特集にしていましたね。はい、はい、ではそれ早速選択肢、紹介します。1番の方は、すっぱたこですね。たこのおつまみということで、ちょっとレモンのお酢が使用され、とってもヘルシーな感じですね。はい。はい。で、2番の方は、カルパスですね。プレーンカルパス。はい。お肉ね、好きな方。私もお肉大好きなんですけれども、はい。2番の方はカルパス。はい。で、3番の方は、低糖質のね、ミックスナッツということで、アーモンド、カシューナッツが入ったハニーマスタード味ということで、ちょっとね、健康志向ですか？はい、となっております。はい、じゃあ、選択肢は以上3つです。はい、じゃあ1番の方、酸っぱたこを選んだ方ですね。はい、じゃあ早速カードを開けていきたいと思います。はい、失礼します。はい、こちらの3枚は、はい、グッドタロットですね。絵がとっても綺麗ですね。はい、はい、でこちらのカード、はい、パワーオラクルゴッテスカードですか。はい、とあと今日初めて使えます、あれですね、こちらです。あれ、アニマルスピリットアニマルオラクルカードでございます。でこちらのカードもすごくメッセージ性があり、とっても素敵な絵なんですけどね。はい、では早速参りたいと思います。はい、じゃあ1番さんのリーディング始めますね。はい、こちらのカードですね。こちらはタワーのカードですね。はい、聖地で出ております。タワーのカードは、はい、見ての通りなんか立派なね建物が、いきなり崩れてきてしまっている。何か周りにねびっくりするような、このよく他のカードですと雷が落ちてたりとかね、嵐の中にいたりとか、なんかでもすごい美しいね輝きの中で、でも壊れてきているんですね。このタワーが崩れ去るという、タロットカードなんですけども、こちらのカードは聖地で出てますと、現状の見直しや改善をしましょうという意味がありますね。避けられないトラブルが来る可能性がありますということですね。で、恋人同士だったりしますと、突然のね別れとか、はい、あと、まあ価値観のね違いとかっていうのもありますん で、そういうのでお互いが知らず知らずの間にこう傷つけ合って価値観が崩れてお別れし合ったりとかっていうのもあるみたいですね。はい、あとですね、聖地の場合、この今をね見直して徹底的にね改善をしなければならないですよっていうカードなんですね。はい、でこういう時のこのカードが出る時のお方は、もしかしたらちょっとねうぬぼれとか思い上がってしまうっていうかね、慣れてしまってちょっとね思いやりに欠けるようなあ、すいません、そういうねことになっちゃったりしてませんかっていうカードでもございます。で、
精神的にも、やっぱりこのカードで、崩れてしまうと、やっぱりね、追い詰められてしまうような状況も起こりうるという可能性があります。はい。で、もともとこのね、塔のカードは、こんな立派なね、お城みたいな塔でございまして、偉い人が住んでるわけですね。で、やっぱり偉い人、昔の、偉い人たちは、やっぱりね、こう、貧しい人たちの気持ちを考えなくって、まあ、なんかね、税金搾取したりとかね、いろいろやっちゃって、で、結局ね、おごれるものも久しからずみたいなね、そういうことで、やはりね、そういうおごっている状況ではずっと ね素晴らしい状態は続かないですよっていうカードがでございます。で、隣にございましたこのカップの7ですね。はい、セブンオブウォーターと書いてありますけど、これはカップの7です。で、この正位置はこの真ん中にいる女性が、はい、うっとりとね、7つのね、こう何ですか、魚とかね、シェルとかいろいろね、これが 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7 7つあって、これがカップにだっていうことなんですね。これはいろいろなね、何ですか、お宝物だったりして、で、こういうものをうっとり見つめてね、まあ幻想を見てしまって、現実感をね、ちょっと現実的な感じにならなくなってしまって、こう幻想を追いかけてしまうというカードですね。はい。で、その幻想から抜け出して現実的な夢を探しませんかっていうことでございます。はい。で、例えば恋愛で出会いを求めてる人は、ちょっと塔のカードも出てますし、やっぱり理想とね、現実がちょっと違ってきちゃうかもしれないよっていうことで、なかなか思い通りの方がね、現れないという可能性もあります。で、もっと自分のことや現実を、ね、振り返ってみましょうねっていう意味もございます。はい。はい。で、パートナーがいる人は、ちょっとパートナー以外のね、方にね、ちょっと目移りしやすい時でもございます。やっぱり隣の、塔のカード、タワーのカードのにリンクしますけど、やっぱりそういうね、思いやりがない、思い上がった行動、ね、そういうことで、ね、気をつけましょうねっていう意味でございます。はい。で、そういうことをよく考えてみましょう。一番大事なのは誰なんでしょう。ってところでございますね。はい。で、次のカードが、その前にも、この、はい、仕事や金運として見ましても、ちょっとこちらの2つのカードを見ても、やっぱりね、目標高すぎず、おごらず、ということですね。で、金運は特に、見栄を張りたいという気持ちがね、先走ったり、高価なものをね、衝動買いしてしまいがちになってしまうということで、無計画な、現実的じゃない買い物はやめましょうっていうことが出てます。はい。ね、人間関係では周囲に影響されやすく、ちょっと相手の話を真に受けたりしてね、ストレスを感じやすいってところもありますね。で、エスカレートしちゃうとトーンになっちゃいますから気をつけましょうってことでございますが、はい。メッセージ的に3番目のカードを出しております。で、こちらはペンタクルの8ですね。で、これは、正位置で出てます。で、ペンタクルというのは、この一つ一つがですね、物質とか金運みたいなものになっておりまして、はい、8個あるということで、まあ、なかなかね、いいんじゃないかなってことで。で、このね、チェロの絵ですか？これはバイオリンですかね？ちょっとわからないんですけれども、で、そこから木からね、枝が伸びて、こうお金になっている、お金がこうね、実ってるみたいなカードになってますけども、やっぱり、コツコツね、そういう楽器とか練習して頑張ったことで、はい、真面目にね、作業に取り組む、はい、練習に取り組む姿勢で努力をすることで技術が向上し、はい、で、これは別に音楽やってる方だけではなくて、例えばね、看護師さんとかね、技術を、看護技術とかありますよね。いろいろ、例えばエンジニアさんもそうですよね。はい。いろいろね、事務の人だってそうですよね。やはり仕事をするための技術。はい。で、そういうものを、
真面目にねコツコツと努力をすることで技術が向上して高い技術を高い技術を身につけられるというふうに出てます。ですから全体的にねこの3枚のカードから10月の後半のあなた様一番様の運勢としましてはちょっとね現実的に考えて、おごらず、ちょっとそういうねことに周りにも気をつけて不意のそういうものに気をつけて思いやりを持ってやっていくことで、はい、夫婦関係とかパートナーさんいる方もそうですよね。はい、コツコツといきますとうまくいきますよということですね。はい、例えばこのペンタクルの8がメッセージ性があるということで言いましたけど、家庭運とかね金運はやはりさっきも言いましたけどコツコツ、はい、で恋愛で見てみますと自分磨きをねするとき、ここは現実的な自分と比べてどうなのよっていうのが出てますから、やはりペンタクルの8で出ているこのアース、8オブアースですか、はい、で出てる自分磨きをしっかりやると結果が出るというふうに出てますね。はい、じゃあグッドタロットで読みましたあなた様の運勢はこうですね。はい、で次にメッセージが来てますね。はい、でこちらはパワーゴッデスオラクルカードからです。とっても綺麗な、はい、スクルドザフューチャーとありますね。はい、このカードで見てみますね。はい、はい、ではパワーゴッデスカードのメッセージですね、出ましたのがこちらスクルドですね。スクルドは聖地で出てます。はい、で意味はキーワードがザフューチャー未来ですね。はい、で北欧神話のね女神スクルドでございます。どんなね未来をね皆さんは思い浮かべてますかと言ってますね、スクルドがね。で今を大切にして、もし今あなたがね不安を感じているのならば、そのエネルギーをポジティブなね、ものにね転換させましょうということです。不安はネガティブですよね。ポジティブっていうのは未来がこういう風になったらいいなってあなたが願うあなたの夢ですね、そういうことを一生懸命ね考えましょうっていうことです。はい、でネガティブから、ポジティブに転換させていきましょう。なぜかと言いますと思っていることがね現実になってしまうからなんですね。はい、はい、ではちょっとね未来だけではちょっと何なのでメッセージカードもう一枚引いてみましょう。はい、出ましたね。でこちらのカード出ました。はい、いきますね。これはペルセポネですね、ギリシャ神話の女神ペルセポネ。はい、とっても可愛いですよね。はい、両方ともすごい美人ですけどね。はい、で、こちらの意味は、インエクスペリエンスということで未熟ですね。はい、で、さまざまな経験をしていきましょうとカードが言ってますね。で、その経験を積むことで、はい、たくさんの学びを得ますよね。はい、経験はね、もうね本当に大事ですよね。はい、で物事の本質を見ること、経験を積んで物事の本質を見ることで知識や洞察力が身につく。はい、ね、そういうこと、知識や洞察力を養うことができますよね。はい、でそうするとあなた の, 強みになっていくということが出てますね。はい、本当にぴったりですね。はい、でもう一枚ね、こちら今日 の, あれです、アニマル、スピリッツカードから選びましたのがこちらのトンボですね。かわいいドラゴンフライスピリット、ね、トゥルーストランセコンドイリュージョンという意味ですね。はい、でどういうことかと言いますと、はい、
ね、あれです、現実だけでなくて、そういうね、神秘的なものも信じましょう、本当真実なんですよっていうカードなんですけど、こういうね、よくね、トンボとかってやっぱり夢とかで見ると、いい夢だったりね、ご先祖様からのメッセージとか、とってもなんか応援してるよっていうようなね、メッセージですね。であなたにも守護霊様とか、はい、いらっしゃいますよね。でその方があなたのことをね、そう、全体的に言いますと、コツコツ努力してね、行って技術を身につけて、経験も身につけ、ご成長されることを見守っていますというカードです。はい、でこれはさっきも言いましたように、家庭運とか金運とかにも通じます。人間関係もそうです。あなたは見守られてますということですね。はい、で経験のない方だけでなくても、やはりね、人間は一生勉強するね、そういうね、生き物ですから、熟練されたね、あれです、お姉さま方、 お兄さま方ですかの皆様も、やはりコツコツ何か自分のために自分磨きとかいろいろ努力されると、それが実を結んで、でそういうのを、ね、応援してくれるし、そういう知識や洞察力は新たなね、新しいあなたのストレングス、武器になっていきますよっていう、一番のカードを選んだ方のカードです、はい、一番を選んだ方の結果でした。はい、ではリーディングは一番の方終わります。はい、それでは2番のプレーンカルパスを選ばれた方のリーディングをしたいと思います。はい、それでは早速リーディングに行きたいと思います。まずあれですね、グッドタロット3枚で選びました。あなたの、10月2番様の10月後半の運勢でございます。はい、でまずこちらのカード見てください。綺麗ですね。本当にグッドタロットって絵がとっても素敵なんですけども、これはあれですね、ファイヤーの5ですね。火はファイヤー、火はあれですね、タロットカードのワンドというねのを表します。つまりこれはワンドの5ですね、その逆位置となります。はい、でワンドの5の逆位置はですね、逆に出た時は、あなたは今少しちょっとね、頑固になっていませんかということで出てますね。で自分と違う意見を受け入れることで、あなたの視野は広がりますよというね、アドバイスも入ってます。でまた、恋愛にね、関しましては、出会いを求めている人は、はい、物事が進展しづらい時と出ていますね。で新しいお相手とを探しに行った方がいい、まだいいんじゃないかなってところで、今お好きな方とはちょっと進展が難しいということですね。はい、でパートナーがいる方は、相手のとのちょっと価値観ね、お相手との価値観がちょっとね違っちゃってることにね悩んだりされるかもしれません。はい、ちょっと置きますね、すみません。でもねそれ悩んでも雨降って地固まるみたいな、2人の関係性をさらに深めるきっかけになるなっていうふうに捉えるといいでしょうって言ってますね。はい、で仕事の方ではチームのね意見がまとまらないことがありそうということですね。でワンドの方はもともとねその棒を持った、5人の人たちがなんかねこう戦ってるみたいなのが正位置なんですけど、でそれが逆に出た時は、まあ、この絵はこうそういうんじゃないんですけどね、はい、ね、葛藤や衝突が起きやすいというカードになってますね。はい、で例えば、あれですね、仕事の時とかね、チームの意見がまとまらないこともありそうだということで、目標をね確認し合って進めていったらいいんじゃないでしょうかねっていうことが出てます。はい、
で金運とかもお金の貯まりにくさがある時期だと言われてますね。はい、でお金を貯めるのはどうして貯めたいのかってことをもう一回よく考えて、現実的な、ね、目標を立てていくと良いと言われてますね。はいはい、やっぱりね、金運も大きな、なんかね、そういう、いいチャンスっていうのはあまりないので、地道に検討してタイミングよく、ね、投資なんかをちょっとね、本当に慎重にされてはどうでしょうかっていうことですね。であと人間関係ですけど、やっぱり周囲のトラブルに巻き込まれやすい時ですね。停滞しているということは、自分が何かをするというよりか人のそういうのに巻き込まれないように気をつけて、でそこでね、私のせいじゃないよと思ってちょっと感情的になったりしないように、アンガーマネジメントですねをしっかりしていきましょうって出てます。はい、であとですね、次のカードいきます。はい、ではあれですね、3枚目のちょっとね、このグッドタロットの中でもメッセージ性が出るようにと思って引いたものですけれども、こちらには節制のカードが出てますね。テンパランスですね。パティエンスですか。はい、忍耐、節制というカードになってます。とってもね、やっぱりね、綺麗なねカードですね。本当にグッドタロットは綺麗ですね。はい、でこのカードは正位置で出てます。でこれは、ダイアルカナのカードで、とってもねいいカードですよ。はい、じゃあ置きますね。はい、一応ね、はい、あれです、パティエンス、はい、ということで忍耐ですね。耐え忍ぶことで目的と調和をさせようと。はい、で節制のカードはもともとね、バランスをね、バランスを考えましょうとか、バランスが大事とかって、そういう意味がありますね。で例えばお金、金銭面で言ったら節約ですね。あとお仕事とか、あと人間関係とかね、まあ、恋愛もそうですけど、タイミングを見極めるなどのことをすると意味のあることになっていくんじゃないかということですね。でやっぱりバランスがね悪いと失敗しやすくなりますよね。でも正位置で出ておりますので、バランスは良いということなので、ね、はい、あれです。ワンドの5とワンドの8がね、割とこうポジティブなメッセージだったので、このね、節制のカードが入ったところで、ね、いい感じなんじゃないでしょうかってところでございます。はい。でそれでは、ね、あとのメッセージカードを見ていきましょうね。はい。はい。では、あれですね。パワーゴッテスオラクルカードから、はい、これはオーストラリアの原住民のね伝説に出てくる太陽の女神イヒですね。はい、すごい、もうゴールドでね、もうキラキラで美しいですよね。素敵なね女神様です。はい、でこちら、はい、でこちらはあなたはね、太陽のように明るい光であり、家族や仲間をね明るく照らす方ではないでしょうかということを言ってますね。できっと笑顔の素敵な、とってもとってもお優しい方なのではないですかって言ってます。はい、でもそんなあなた様を時にひがむ方も現れると。はい、でもその人たちにはそれぞれの課題があるので、ですね、あなたにできることは自分の光でね、他のね、たくさんの人々に親切にしたり癒しを与えるっていうことがあなたのできるとっても素敵なところですねっていうことです。はい、でもなんかひがまれちゃったりなんかするとちょっとね切ないですよね。だからちょっとカードをねもう一枚引いてみますね。はい、出ましたね。はい、いきますね。はい、
と出たカードは、もう一枚出たカードですけど、ヒンドゥーのね女神のサラバスティですね。はい、サラバスティはマステリー熟達ですね。熟達、はい、で熟達置きますよ。はい、で熟達といったらやっぱりね、何か一つねその道を熟達者になってくださいということを言ってますね。で学び続けることで見えてくるものがあります。はい、でひがみや抽象に負けない最高に強いね光り輝くあなたになられるでしょうということでございます。で何かを深く追求して得た知恵は、そうですよね、宝物です。うん、お宝ですよね。はい、そのようなメッセージが返ってきてます。はい、でそしてあれですね、アニマルスピリットオラクルカードから、はい、出てますのがこちらの鷹のスピリットですね。ホークスピリット、はい、これはなんだ、レッツスピリットビーユーガイ、あ、はい、創造主、そうですね、ガイドさん、あなたのガイド、はい、守護霊様とかね、そういう守ってくれてる人、創造主とかねにの導きに従いましょうという意味ですね。はい、空をね自由に羽ばたく鷹は全体を見渡して俯瞰しながらね、はい、雲やね谷や池、川とかね海、山々とかね、すべてを見渡します。人間のことも見てますよね。小さな動物たちのことも見てます。で鷹のスピリットはさまざまな形でねあなたに届けられるメッセージ、そうですね、守護霊様、ガイドさん、フォーガイドって書いてありますからね、ユアガイド、ね、ユアガイドからのメッセージに注目してください、注意してくださいと言ってますね。そしてなんだろう、あんまりこう物を深く考えすぎてしまうと悩んだりね不安になっちゃったりします。ですから直感に従ってね、意味のある偶然、シンクロニシティですね。シンクロニシティは意味のある偶然ですよね。そういったものに気づきましょうというカードになってます。メッセージが来ています。はい、ですから、はい、すごくね初めねちょっとねバンドの5とバンドの8でねちょっと停滞とかねどうかしらと思ったけど、はい、バランスとって自己研鑽していくことで、はい、あなたはもともとね太陽のように優しいお方でとってもね魅力もあるしね才能もあると。でそしてでもサラバスティがこう、はい、助けに来てくれましたからすごくね熟達をあなたができていることをもっと熟達してその道のねもうね熟練者になってくださいってことですね。そうしたことであなたのね才能は魂は、はい、鷹のスピリットとなって全体を俯瞰してでいろいろ気づけますと。でそういったものは全部ねあなたのお力になるというふうに、すごいなんかいいカードが出ましたね。はい、じゃあ2番のプレーンカルパスを選ばれた方のリーディングはこれで終わりです。はい、では3番の低糖質ミックスナッツを選んだ方のリーディングに参ります。はい、まずおお、これはすごいですね。とってもいいカードが出てますよ。はい、でみんな正位置ですね。はい、で見ていただくと分かるんですけれども、カードの特にグッドタロットはというかカード全体そうかな、パッと見て明るいカードなんかね、そういうのはポジティブメッセージだったりするんですね。はい、じゃあまずこちらの、はい、すいませんですね、はい、クイーンオブウォーターですか、はい、のカード、これはカップのクイーンですね。はい、
カップのクイーン正位置です。であなたは成熟した女性ですね。はい、ね、優しくて協力的であって本当にいいお母さんですね。でもすいません、今は女性の方に向けたメッセージですけど、またはあなたのお相手パートナー様が思いやり深い素敵な女性ということになりますね。はい、であなたはとっても幸せですね。はい、そういうカードですね。はい、でとってもね、感情豊かなね、女性性の高いカードということになります。じゃあ置きますね。はい、はい、こっちのね、このカップのクイーンさんのカードはとっても正位置でいいカードで、でさっきも続きですけども、例えばパートナーや恋人はね、あなた様に、無限の愛をくださると。はい、で温かい、母性を持ったような方だと。はい、で男性でもね、女性性っていうかね、そういうなんかね、気遣いのできるすごくお優しい方もいらっしゃいますよね。でそういったことです。で幸せに過ごせる時です。強い絆が生まれるでしょう。本当に素敵なカードですね。おめでとうございます。はい、で金運もよく、お金を使ってもそれ以上の収益が入るという運勢がありますね。で仕事面でも目上の人の助けを受けられたりとか、でスムーズにいい仕事ができるということですね。で女性の多い職場とか、そういう上司が女性の方っていう場合もすごく親切にいろいろご指導いただけたりできるようですね。はい、で隣のペンタクル、ごめんなさい、これはアースのカップの7ですね。はい、でカップの7もとってもいいカードで、あ違う、これはペンタクルです、すいません。セブンオブアースなんで、アースはペンタクル、物質ですね、お金とか、はい、のカードになります。ペンタクルの7ですね。で意味は実を結ぶとか、努力して成果を上げる、十分な結果が期待できるというカードになってます。で恋愛におきましては、パートナーがいる人は2人の関係が発展するということですね。で恋人がいる人は恋愛から結婚へと移る時期ということです。でやはり結婚したりするときにはお金とかやっぱりかかりますからね。恋愛もそうですけども、やっぱり充実、ペンタクルが充実、物質が充実しているということは、そういうことも起きてくるということになりますね。でシングルの人は告白したり恋人ができる運気があります。おめでとうございます。よかったですね。はい、で、はい、で隣にいらっしゃいます素晴らしい皇帝様みたいなね、素晴らしい方ですけど、で次のカードも読みますね。はい、こちらはカップの10になりますね。で理想の形を描ける固い絆、全体的な運がもう最高の形で幸せ で理想の状態になるということですね。で、いい居心地のいいお家、家庭って感じですかね。で満足感のある10月後半となるでしょう。3番を選ばれた方はとってもいい運勢ですね。はい、で本当に素敵な10月後半になるはずです。おめでとうございます。で他の意味としては、幸せを共有できる家庭円満、例えば仕事でしたら仕事のグループでの幸福ね、達成感とかね。はい、でカップはペンタクルとまたちょっと違って、金銭や物質よりも感情のね、満足というのに特化しているカードたちでございます。でクイーンの、はい、クイーンオブウォーターとテンオブウォーター2つカップのね、カップのクイーンと、カップの10が出てますので、とってもね、心豊かな1ヶ月、そして金運もなかなか豊かな1ヶ月となります。1ヶ月というか今月後半でした、ごめんなさい。はい、となります。はい、はい、ではメッセージカード読みたいと思います。はい、アニマルスピリットオラクルカードからフロッグスピリットですね。はい、カエルのスピリットで、クリアアウト
カルチャーですか、カルタですか、はい、これは、ね、あの断捨離のカードですよ、はい、で見ていると苦しくなるような、はい、あのね、たくさんのあふれかえったようなものですね。あ、光っちゃう光っちゃう、はい、ね、たくさんのものが家にいっぱいないですかって言ってますね。でそういったものを、不要なもの、そうですね、ネガティブな感情とかもそうです。どうせ私なんてとかね、もう私なんか無理よみたいな、そういう気持ちも全部ね手放して、ね、カエルのように軽くジャンプしましょうと言っています。はい、ね、断捨離は結局そのね、捨てて空いたスペースに新しいね素晴らしい運が入ってくるっていうことでも、あの本当にねいいことですね。確かにね、あのお家が綺麗になって物が溢れかえってないお宅はね、お金が入ってきたりとか、とっても豊かになりますよね。ですからぜひあなたもやってください。はい、でこちらですね、はい、メティスのカードですね。でメティスは、ギリシャ神話のね、はい、女神ですね。でゼウスの最初の妻であり、最初のね奥さんはねヘラではなくてメティスだったんですね。でメティスはウィズダムとありますね。ウィズダムは知恵ですよね。はい、あのナウリッチっていうのとウィズダムとありますけど、ナウリッチは知識で、ウィズダムは知恵とか英知とか言いますよね。はい、でちょっと置きます。で若きゼウスは最高神となる前に段階として父のねクロノスを倒しちゃうわけですけど、その時に、メティスがね、知望で、はい、彼女がとっても頭のいい、ね、知恵のある方だったんで助力をして助けたということですね。でやっぱり知恵はね邪魔にはなりませんよね。はい、であなたには知恵がある。はい、ですから断捨離もして知恵もあるあなた、はい、10月後半はとってもねワクワクするようなとってもいい運勢ですね。はい、はい、で知恵のことでちょっとねあの私も調べてみたんですけど、アルフレッド・テニスンっていうヴィクトリア朝時代のイギリスの詩人の名言で、 Knowledge comes but wisdom lingers っていうのがありますね。Knowledge は知識はすぐに得られるが、wisdom 知恵はを得るには時間がかかりますよっていう意味なんですね。まあ確かにそうでしょうね。あの本当にねすごいなと思いますね。でソクラテスもあのよくね、あの自分が無知なのがを知ってることが知恵だみたいなことをおっしゃってたりとか、あとそうですね、あの知恵に英知についての名言でソクラテスので、ちょっとね英語私あんまり上手じゃないので、日本語ですと、生、生きることと自らと取り巻く世界についてどれだけ理解していないかを、それを理解するとき我々一人一人本当の英知が宿るよっていうことをおっしゃってますね。すごいなと思います。やっぱりあの今回のねリーディングを通して、あの全体的にね、あの自分を磨いたり、ね、知識を得たりとか、邪魔なものはないとかね、あの次の時に生かせるとか、やっぱりね、あの自分を自己検査するっていうことや自己、ね、自分を磨くってことには無駄はない。やっぱりあの苦労にね、苦労は飾りじゃないとかね言いますよ ね。本当にそうだなと思います。で、3番さんのリーディング、3番さんのリーディングはとってもね、あのいい内容だったんで、あのあれです、メッセージカードもう一枚はね引きません。はい、あのね、とってもね素敵なワクワクするような10月後半をお過ごしください、ね、それではありがとうございました。バイバイ。はい、第2回目のワクワクタロットリーディング、鎌倉一国町まりちゃんの
ワクワクタロットリーディングいかがだったでしょうか。はい、とっても励みになりますので、チャンネル登録、いいね、ね、本当にありがとうございます。ね、まだ全然本当にもう素人丸出しでございますが、だんだんね、慣れてまいると思いますので、どうぞよろしくお願いします。ではありがとうございます。はい、ではアディオス。